どうも、アキです。パープルアプリやっていきましょう。はい、というわけで、待ちに待ったメジャーコラボ第2弾がついにやってきましたね。今回は、まず、トシ君、そしてゴローの別バージョン、さらには、リョウコちゃんが新登場しているということで、まずはこちらのメジャーコラボ大祝賀会ガチャを50連引いていきたいと思います。そしてですね、ただいまチャンネル登録&高評価で iTunes コードもしくは Google Play コード1万円分が当たるプレゼント企画を行っております。動画を楽しんでくださった際にはぜひとも高評価を、そしてまだチャンネル登録お済みではなかった方はぜひともチャンネル登録をしていっていただければ幸いです。はい、ではまず今回のね、この新キャラ3人の、詳細を確認していきましょう。はい、まずは、うなるごわん、しげのごろうですね。はい、ゴローの別バージョンに関しては最近の流れで言うと、まあダブル得意練習とかになっても面白いかなと思ったんですが、まあ得意練習は球速のみと。そして投手ならジャイロフォーク、もしくはハイスピンジャイロを取得できるみたいです。ジャイロフォーク。もうこれはあれかな、スプリットのさらに打ちにくい版みたいな折り辺になっているのかなと思います。はい。いやーでも間違いなくね、そんな弱い能力にはなってないかなとは勝手に予想しているので、まあ楽しみにしたいなと思います。ただ、この3人に上限がないという情報だけは先に仕入れてきました。はい、でもトシ君も打撃ですしね、期待しましょう。はい、というわけでその轟くゴーダ佐藤トシヤでございます。はい、なんとこのトシ君、威圧感選べるみたいです。捕手なら威圧感もしくはミラクルボイス、捕手以外なら威圧感もしくは精神的支柱ということで、もう金徳は素晴らしすぎますね。威圧感と精神的支柱が選べるってこれなかなかのことだなと思います。はい、で最後川瀬涼子さんですね。はい、涼子ちゃん、コントロールキャラで登場しております。そうですね、青春時代であればその香取のスライダー対策にこの涼子ちゃんがね、まあ青春に来てくれるなんていう場面もあったりしたんで、変化キャラでもいいのかなーなんて思ったんですけど、まあコントロールキャラでの登場でございます。はい、投手なら勇猛果敢ですね。個人的にあの辺のストーリー結構好きなんですよね。横浜リトルの監督がこのコーチとして来てくれて、このりょうこちゃんとかもね、こう練習に来てくれるみたいな、あの辺のあの屋上で練習してるシーンなんかすごいメジャーの中でも好きなあれですね。はい、てかりょうこちゃんいいですね。もうこれ強さはさておき、もうメジャーファンとしてはもうパワープルアプリに登場してくれるだけでもうめちゃめちゃ嬉しいキャラクターでございます。はい、あのね、ジョー・ギブソンジュニアに、ジュニアじゃない、ジョー・ギブソンにね、憧れたピッチャーでございますよ。はい、というわけで50連引いていきましょう。で3回目と5回目にバナナイキャラクターから SR 以上1枚確定があるみたいです。トシ君もゴローも最近は通常バージョン使っていなかったので、まあ通常混ぜてもうプラス5目指そうかなと思っています。はい、行きましょう。まああとは本当に性能がどんな感じになってるのかというところですね。いやー、りょうこちゃん本当に小6の時からめちゃめちゃ可愛いからな。行きましょう。あとりょうこちゃんとあの岡さんと五郎のあのお母様の名前ももこさん、みんな顔似すぎでしょ。それは言いたい。はい、というわけで、あ、例のあれをするのを忘れていた。金徳多すぎ打ちっていうのをね、ちょっと忘れていましたね。あれ、そうか、前より増えてますね。あの初見で見た時のあの金徳多すぎ打ちよりもかなり増えてますね、また金徳が。まあこのみなぎる活力とかね、昔はなかったんで。いや、何個あるんだ金徳、本当に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 やば、金徳14個持ちはやばい。冷静に。で、ジャイロフォークは持ってないんですよね、ちなみに。やばいな、金徳14個とか本当に異常だな、もうキャラとして。で、りょうこちゃん根性低め内角です。まあ、根性は嬉しいかな。はい、さあ2回目いきましょう。ここは SR 以上1枚確定、ただバナーないキャラではない。さあ行きましょう。とりあえず3人とも SR 欲しいな。ほい、おお、やった、トシ君。さあ轟くゴーダ佐藤トシヤ君でございます。お、トシ君もめっちゃ金徳増えてる。球界の頭脳アーティスト、洗礼の一撃、一発逆転をスイープ。ほう、なるほどね。
で、これキャッチャーやってくれればめっちゃ試合安定しそうだなっていうのもあります。一つキャッチャー以外作るときとかはそこも一ついいんじゃないでしょうか。そして気になるテーブル見ていきましょう。技術ボーナス、得意練習率アップ。あ、とりあえず得意練習率アップっていうところで言うと、多分これ街道強化にこう合うように作られてるんじゃないかなと思います。もともと得意練習率アップ 15% 持っていて、さらにそこで 10% 増えるって考えると、まあ、街道のブレイクスルーにかなり役立ちますよね。街道強化がお知らせ見るにめっちゃ強そうなんで、そこも期待したいなと思っています。 OK。 てかまあ威圧感、精神的支柱が選べる打撃キャラっていうだけでもう間違いなく強いと思うんで、そして筋力ボーナス、技術ボーナスを両方持っていると、これはもう期待しましょう、単純に。はい、よしよしよし、いくべー。さあ3回目いきましょう。3回目、まあ僕は正直今回一番欲しかったのはトシ君だったので、とりあえず嬉しいです。はい、ここバナーないキャラから SR 以上1枚確定。うわ、トシ君かぶった。まあ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 いいでしょう、トシ君欲しかったんで。りょうこちゃんコントロールキャラだったらコントロール上限アップちょっとあったよかったですね。はい、さあ4回目いきましょう。りょうこちゃんで言うとあれも好きですね僕。三船と横浜リトルの試合で敬遠のサインが出たのに、だって小学6年生の私が男の子と真剣勝負できるのはこれが最後かもしれないからみたいな、ちょっとセリフ間違ってるかもしれないけど、大体こんなニュアンスのセリフだった。いや、あのシーンめっちゃ好きだな。で、横浜リトルの監督が怒るんだけど、もう好きにしろと。ただし負けた場合には責任を取ってもらう、帰りのバスまで俺の荷物運びだっていうね。いや、かっけえ、横浜リトルの監督がかっこいい。行きましょう。りょうこちゃんってどうなったんだろう。メジャーセカンドもまたアニメ始まるんでね、出てきてほしいですね。そういう意味で、お、ゴロ。とりあえずというわけで僕はゴロとトシ君が引けました。はい、金徳大杉打ちです。若かりし頃のね、懐かしい思い出ですね。はい、で、ゴロのテーブルも一応確認しておきましょう。そう、ゴロもね、得意練習率アップめちゃめちゃ持ってるキャラクターですよと。で、そこにタックボーナスと筋力ボーナス、なるほど。まあゴロに関してはね、この骨マシンがハマってくれればっていうのも一つあるんですけどね。はい、まあこれがもちろん変化キャラだったら今すぐにでも使うんだけどな。まあでもその辺はまたね、いろんな高校とか出てきてアヘ編時代ももう終わるんじゃないかなとは思っているので、少なくとも急速キャラ1枚か2枚は入れようみたいな時代にはね、なると勝手に思っているんで、そこは期待しましょうと。まあいう感じで僕はとりあえずゴローとチョシ君をね、確保することができました。 OK、 なんとなくハッピーマンでも引こう。青葉、まあ青葉よりは間違いなく強いでしょう。はい、という感じでございます。さあ、そして皆さん来ました、海道学園高校パワーアップでございます。はい、さあ主なパワーアップ内容、すべての選手イベキャラが得意練習2つ持ちに。もうここが意味わかんないですよね。あ、てかこれがあるからゴローもトシ君もダブル得意練習じゃないんだ。多分トシ君とかも変な話打撃と守備でもいいなと思ったんですけど、まあこれがあるからかもしんないですね。はい、いやこれが面白いですよね、勝手にこうもう一個増えるっていう。で、続いて、これだから街道では非常にいいですよね。ブレイクスルーは特にタックがないと意味がないので、もうタックは常に絶対あるよみたいな感じにしてくれるんだと思います。で、イベキャラ以外のチームメイトにも得意練習を付与。これもちょっと、これもちょっとまたまたすごいなと。これでもちょっと、文字が霞みすぎててなんて書いてあるかわかんないんですけど、あ、でもそうか、市原もイベキャラにいないですもんね。市原とかも、なんかスタミナの得意練習になってますし、非常に、面白いなと思ってます。はい、でブレイクスルー自体の効果もアップ。3週連続イベントの効果もアップ。これ3連続で同じ練習をするとなんか特別なイベントが起こるというものがあったんですが、それがさらに効果アップされてるみたいです。はい、でお、川瀬涼子ちゃんの3連続イベントも追加されていますと。はい、で詳細見ますと、
得意練習不要。選手イベキャラは必ず得意練習2つ持ちになります。イベキャラ以外のチームメイトは1つ持ち。なるほど。選手でないキャラには付与されません。まあ、彼女とかっていうことですね。イベキャラの元の得意練習は変更されません。もともと1つ持ちのキャラには、ランダムなんだに2つ目が付与されます。はい。もともと2つ持ちは何も変更されません。眉村や薬師寺などのシナリオキャラはデッキにセットしていない場合、ランダムでなく固定の得意練習が付与されます。なるほど。イベキャラでもシナリオキャラでもないチームメイトにはランダムに1つ。はい。ランダムに付与する際、投手なら投手練習6、野手練習6から野手なら選ばれると。そりゃそうでしょうね。あ、得意練習付与によってイベキャラのコツイベントでもらえる経験点が変わる場合があると。なるほど。スペシャルタック。イベキャラであるかどうかによらず評価が一定以上あれば発動します。ブレイクスルー時は評価が足りなくても発動するっていうのは今回のミソですね。はい。対象選手がタックボーナスを持っていない場合は一定のボーナス倍率で計算され経験点量がアップ。うわー、これ強ないか絶対。あ、しかもスタミナとかメンタルのあの一定ボーナス量も計算される。素晴らしい。おい、これポコタン持ってないんだぞ。ポコタハイズが持ってないんだぞ、これ、スタミナ。はい。パワーアップ中のみ、あー、これはあるんだ。特別補正はあるんですね。はい。黒金とかも確かあったのかな。はい。で、ブレイクスルー。経験点がアップし、評価が低くてもタックができるようになると。甲子園移動後だと？え？やば！甲子園移動後にブレイクスルー状態で練習をすると、練習後に超特殊能力のコツを取得できます。最後の週に発動だけして練習できなかった場合は獲得できません。やばっ！やばっこれ。やばっ！まあだからそこは必ず1回はこう発動できるように立ち回らなければいかないのか。てかまあ2回はできないもんな、冷静に。はい。なるほど、そこが金徳の増え具合ですよと。でもなんかアーティストとかありましたよね、なんか記憶が確かであれば。金徳もともと取れるの、はい、はいはいはい。まあ999っていうのは当たり前。はい、3連続イベントもこんな感じですと。オッケー。いや、これはちょっと楽しみですね。はい。まあというわけで早速これからですね、初見プレイ動画ね、撮っていきたいなと思っております。いや、楽しみだ。もうメジャーファンとしても楽しみです。普通にパワープロの強化高校としても強そうなんで、今日から楽しんでいきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録高評価お願いします。みんなでメジャーコラボ楽しんでいきましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。